ガスマスク自体はドラゴンのジェネレーション2から持ってきました。筒の部分とここの蓋の部分が別パーツになっていますので、こんな風に綺麗にね、こんな風に綺麗にモールドがされてまして、非常に実感が高いので、これをちょっと綺麗にちょっとパーティングラインを処理して、持ってきました。でこれを取り付けるんですけれども、例えばですね、こちらを見ていただきたいんですけれども、これはキットのままなんですね。でこれ今回ちょっとディテールを加えてみたものなんですけれども、ここの部分がね、この紐によってぶら下がってるんですけれども、ここの隙間ですね、この隙間が本来のリアリティというか、本来あるべき隙間なんですけれども、当然のことながらモールドになってる場合はないんですね。で重力に逆らってこうペチャーンとひっついちゃってるという形になってきて、あんまりかっこよくないので、ここはちょっとこういう風にこうですね、こうぶら下がってる感じにしたいなと思います。で黄色いのは何かと言いますと、これマスキングテープを僕は使っています。その辺のお話もしたいと思います。そしたらこのマスキングテープをこう、このくらい伸ばしまして、でしますよね。でこう接着面を裏返してこう置いときます。して、もう一個同じぐらいの長さを切り出します。切り出しまして、それぞれのね接着面をこうベチャベチャしてる接着面同士を貼り合わせます。貼り合わせます、こんな感じですね。そしたらマスキングテープをカットします。こんな感じですね。細く切りまして、これを取り付けます。ここにねバックルがついてるんですね。これ長さを調節するためのバックルがついてるんですけれども、これをね再現したいと思います。もう 0.1 ミリぐらいの細い導線をくるっとこの輪っかの形にやって作りたいと思います。こういうディテールアップのパーツがあって、導線ですね、0.13、0.15、0.18、 かなりちっちゃいんですけれども、3種類あります。正直どれが 0.13 なのか15なのか分かりませんけれども、多分まあ適当なとこなんですけどね。でそんなに細すぎても気持ち悪いんですけど、真ん中くらいかな、多分これが真ん中の 0.15 だと思うんですけど、この 0.15 を使います。これを折り曲げますね。できる限り直角になるようにしたいので、しっかりと折っていきましょう。よいしょ、楕円になっちゃうので四角くなる。はい、なかなか1個ではねうまくできないので、何個も作って、何回か作っていいのをね、これなんかがちょうど綺麗にできたんで、いいのを厳選したらいいと思います。でここにこれを持ってくると、あれ、まずは、下の方にちょっとつけまして、ちょっと置くと、
上の方にもちょっと染み込ませて、押しながらグッと広げて、グッと、よいしょ、はい、これでやした。これでちょっと通ってるかのように見えますよね。はい、